はい、こんにちは。ライフサイエンスとデータベースセンターの山本と申します。これから少しスパークルというその RDF データを問い合わせるための言語についてご紹介したいと思います。でこの資料自体は去年の RDF 講習会と同じものですので、去年スパークルについてすでによく知ってるよという方は適当に復習という形でおさらいの形で見ていただければと思います。はい、それで早速始めたいと思います。で今日のお題はこれだけたくさん、去年のままなので書いたんですけど、その基本的な部分ということで、この途中まででそのセレクトを使ってどんなRDF のデータの問い合わせができるかっていうところまでお話ししたいと思っています。でこのスライドで使うその表記法、スパークのクエリの書き方がいろいろありますけども、その中で使われているデータのサンプルというのは、先ほど川島さんからお話のあったタートル形式で記述していますので、それをあらかじめご承知を聞いただければと思います。でそのスパークルっていうのはその、W3C のレコメンデーションという形、レコメンデーションという形で公開されています。最初 1.0 というのが2008年に公開されて、でその時は非常にプリミティブな問い合わせ方法しか規定されていなかったんですけれども、それで、これだとまだまだ不十分だということで、2013年3月にそのスパークの 1.1 という仕様が公開されて、非常に豊富な問い合わせができるようになりました。でその 1.1 は非常にこの大量の文章からなってまして、これだけの11のスペックが公開されています。でもちろんこれを全てカバーするのは無理ですので、先ほどお伝えしたように基本的な問い合わせの部分だけを取り扱いと思います。でその中でこれだけのことが規定されているんですね。でそのスパークルの中でその既存の SQL との違いで大きな部分っていうのはここの部分まであるんですね。でその SQL っていうのはもちろんご存知の方はよく使われていると思うんですけども、その関係データベースに対してどういう形でデータを問い合わせるかっていう部分のスペックになっていますが、スパークルというのはその問い合わせの言語だけではなくて、そのデータベースそのものに対してどのようにインターネットを介して問い合わせをして返すかっていう、そのインターネットのプロトコールの部分も含めた形でのスパークルっていうふうに定義されていますので、問い合わせる方法だけではなくて、どうやってネット越しに問い合わせをするかっていうところの標準化っていうのは SQL と大きく違っています。でこれを使うことで本当にネットを介してデータベースにアクセスするという方法が標準化されているというところが特徴になっています。でその中でこれからスパークルを手元で試したいなという方がいらっしゃいましたら、このアパッチの布石というのがありまして、これをダウンロードしてインストールしていただくとよろしいかと思っています。非常によくできていて、手元で自分 の, PC にデータをロードして、でそこに対してセレクトなどの問い合わせだけではなくて、そのスパークル 1.1 から導入されましたデータの更新方法のクエリーもあるんですけど、そういったものも試すことができますので、非常におすすめです。もちろん DBpedia や Wikidata などの公開されているスパークルエンドポイントっていうのは問い合わせはできますけども、そのデータを、スパークルの更新クエリーを使ってデータを更新することはできませんので、そういったことまで合わせて簡単に試すことができるという環境では、この布石をお手元の PC にインストールして試していただくのが良いかと思っています。で、こんな感じで書いてありますので、よくて、それで、スパークルで大きなポイントとなるのはプロパティパスというものなんですけども、これでもセレクトとかの部分からやった方がいいんですかね。ちょっと順番考えて、これ去年のままなので新しい部分で、セレクトとかの部分は他の方がやったものになってたんで、そこは書いてないんですけども、このセレクトというものが一番ポイントになってきまして、でここはここに書いてありますけども、クエリの中でセレクトと書いて、それから P と O という形でクエリを作っていきます。
で、ここ、どのようになっているかと言いますと、ここだけ見ていただければと思うんですけども、これは DBpedia というそのスパークルエンドポイントに対して、このクエリを投げるという内容になっています。で、ここはどのような形になっているかと言いますと、ここに主語、先ほどの RDF の、形式である主語と述語と目的語というのが来まして、で、その主語の部分に DBpedia の東京という URI を書いて、残りを変数という形で表現しています。で、この変数にすることで、これが具体的にこの変数に当たるものとして対象となっている DBpedia のトリプルの中に合致するものは何かというものを問い合わせするということになります。ですので、この主語が東京、DBpedia の東京になっているもののトリプル全てを取ってきてくださいっていうクエリが、このセレクトの、フォアの中の条件式になっています。で、ここの P と O っていうものは、実際にそのこのパターンに合致するもののトリプルのうち、どのデータを実際に表示してくれっていうものを指示するというところになっていますので、これを例えば、この条件は変わらないまま、例えば O だけにするとかいうことにすると、この述語は何にあっても構わないけれども、表示するデータそのものはこの目的語だけを表示しなさいというような指令になります。これ、形式的には SQL のご存知の方は非常に似てると思うんですけども、検索している対象が関係データベースではなくて、グラフになってますので、それは書き方は似てると思っていても、対象となっているデータは全く違うと思って考えていただく方が、より早くスムーズに検索の中身を書けるようになるかなと思いますので、これはあくまでもここの条件はトリプルをどういう条件で持ってくるかっていうところになります。で、この中でさらにここちょっと入れ子になっているのが分かると思うんですけども、これがどんなものかと言いますと、これスパークルっていうのは、先ほどお伝えしました通り、そのクエリ言語としてその問い合わせをどうするかっていう仕様だけではなくて、そのインターネットを介して、どこの他のデータベース、スパークルをと、あの問い合わせができるデータベースに対してもどうやって通信するかっていうところも規定してますので、それを利用して、その同じスパークルのクエリの中で別のスパークルのデータ、エンドポイントといいますけども、データベースに問い合わせするサーバーの立っているところにアクセスして、そこから持ってきたデータと、今まさに手元のデータベースでクエリを投げているものとの一緒に合わせてジョインした検索をするようなことが可能になっています。ですので、この場合ですと、このクエリを投げている、例えばクエリの対象が先ほどお伝えしたような布石のアパッチ布石だった場合は、そのアパッチの布石の手元のローカルの PC の中にあるデータベースに問い合わせするのと同時に、リモートにある DBpedia のスパークルエンドポイントに対して、今お伝えしたような、この主語が東京になっているトリプルのデータを全部持ってきて、その述語と目的語をそのまま、手元の、クエリとして取って、それを表示しなさいというクエリになるようになっています。で、そのためのおまじないとして、このサービスっていうのがあります。で、このサービスというふうに書いて、で、その後にここにエンドポイントの URL を書きますと、そこに対してこのクエリを投げて、で、答えを持ってきて、で、それと手元のデータベースの中のものとジョインして、その結果が返ってくるというふうになりますので、非常にそのリモートの、分散環境での、データベースを手元で簡単にジョインした結果が得られるという特徴があります。C ですかね。で、その中で本当に先ほどちょっと戻りますけども、強力な書き方として、このプロパティパスというのがありまして、で、これは何かと申しますと、スパークルっていうのは基本的にその主語、述語、目的語の RDF データをどうやって自分の目的に合わせて取得するかっていうための問い合わせ言語になりますから、このような形でそのグラフに対する問い合わせになるわけですね。で、例えばこういう形でそのトリプルがあったとします。まずここに1つのトリプルがあって、で、ここにトリプルがあるという形で、2つのトリプルがつながったようなグラフがあるとします。
で、この場合は、まあ、太郎というのがこの誰かを知っていて、で、その誰かはさらに何かのことに興味がありますっていうようなグラフだったとします。で、それを全部スパークルで取っていきたいっていうところにどういうことが書けるかというと、まあ、こんなふうに書けるんですね。これここにスラッシュがあるところがポイントでして、基本的には主語、述語、目的語という形でクエリを書いていくんですけども、その目的語の部分をパスして、これは誰でもいいから、この太郎が誰かを知っている、その人が興味を持っているものだけが欲しいというようなクエリを簡単に書くことができます。で、その場合はこの太郎が、まあ、誰かを知っていて、その人が何かに興味を持っているこの T っていうものだけを持ってきてくださいってことが簡単に書けるようになっています。はい、こんな形でこのプロパティパスというふうにこのクエリの種類を表現してるんですけども、このプロパティパスを使うことでスパークのクエリをすごいすっきりと表現することができるようになる強力な表現方法になっています。で、これは1.1から入ってきたものですね。こういう形で最初は本当に単純なそのトリプルの3つ組のどこかをクエスチョンで変数化することだけで基本的にそのデータを取ってくるというところがスパークルだったんですけども、そのトリプルの主語の部分を変数にしたり、述語の部分を変数にしたりというような表現のクエリだけではなくて、こういう形でさらにこう拡張した形での問い合わせが簡単にできるようになったというのがポイントになっています。はい、なのでこれですね、これもこのこれ先ほど川島さんの、RDEF の紹介でありましたけども、これ基本的にはトリプルのタートル形式の表現方法ですよね。この形で主語、述語、目的語になっていて、ただ標準、単純なタートルと違うところはこの目的の部分が T という変数になっているというところですね。なのでこの変数になったところで、このトリプルのこの変数、目的語の部分にあたるものは全て該当するものはマッチするものは持ってきてくださいというクエリに変わるわけです。で、それを今度はこの逆にすることもできるようになっていて、ここにこの述語の前にこの HAT っていうこれをつけるだけで、今度はこの意味を反対にすることができるようになっています。で、これをする場合は、ここは目的語でこれが主語になるっていうことで、これ両方とも同じクエリなんですけども、これだけ見ると別にどっち書いても全く同じで何のために使うんだろうとか思うこともあると思うんですけども、これを使うことで、そのまた、このプロパティパスのこのスラッシュと同じように、クエリ自体をすっきり書くことができるようなんですね。っていうのは、例えばその目的語に合わせて何か別の述語と主語を持ってきたいっていう時には、この先ほどここにピリオドの代わりにセミコロンを使うと、この主語っていうか一番左側の部分を省略できるっていうふうにタートルの説明でありましたけども、そうすることでこの同じような形で目的語に合わせてここをセミコロンにして、この T を全部省略した形でのクエリを書いたりという形で、非常にだんだんクエリをだんだん複雑に書いていきたくなってくると、すっきりと表現したくなってきます。そういう時にはこういうものを使って書くと、スパークルというものが簡単に書く側も見る側もその何を問い合わせているかということがすっきりと理解しやすくなるというところがあります。で、あとこれは何かと言いますと、この太郎とが、例えばってこの「または」っていう意味なんですね。この2つの述語を並べることができて、この太郎が何かに興味を持っているか、または何かを出版しているか、どちらでもいいですけど、このどちらかの述語の目的語になっているものが問い合わせ対象のデータベースの中のトリプルにあれば、そのトリプルを見つけ出してきて、でその目的語だけを持ってきてくださいっていう条件のスパークル形式で書くことになります。で、あとこっちですね、これもプラスっていうのが出てきますけども、これは何かと言いますと、この太郎が知っている人と、その知っている人の知っている人っていう、そのあれですね、正規表現をご存知の方だと分かりやすいと思うんですけども、このフォアフのノーズっていう述語が何個も何個もつながっても、そのつながった先に目的語があるっていうトリプルがグラフの中から見つかれば、その述語、目的語を全て持ってきてくださいっていう形になります。ですので、この場合は太郎の友達、もしくは友達の友達、もしくはその友達の友達の友達っていう形で、こういくらでも永遠にデータの中に見つかるものがあるのであれば、それを全て持ってきて、その目的語になっているものを全て取得しなさいっていうクエリになります。はい、
この辺で何か質問等あればいつでもお受けしますので、よろしかったらお知らせください。いいですか？こんな感じですね。このプロパティパスとしては、こんなふうにグラフを頭の中に考えながら、そのクエリを書いていくと非常にすっきりとすると思うんですけども、この問い合わせ対象がこういうグラフだったとしたときに、その中の変数をどういう、変数と、URI やリテラルをどうやって表現していくかということを、すっきりと考えるときに、この先ほどのプロパティパスのスラッシュとかを使うと、ここのグラフの中のこういう、ノードとエッジの部分というところ、エッジですね。エッジの部分がこのスラッシュでこうつながっていって、で、その、すいません、エッジの部分がこの P とか P2 っていう形の、その、述語になっていって、で、そのノードに当たる部分がこのスラッシュになっていくっていう感じで、頭の中でイメージしていただくと分かりやすくなると思います。で、これの場合ですと、この T っていうのがあって、で、この場合、この P さんの矢印がこっち側に向いてますから、それからこっちに向けてこのノードを進めていきたいときは、この先ほどの逆向きにするハットっていうのが出てきますので、この T から始まって P さんっていう述語を返して、で、ここにこうノードが来て、で、また逆向きの矢印が来るので、ハットで述語が来て、で、さらにここに一つノードが来て、で、最後にこれは同じ方向なので、こっちからこういうふうに行くっていうふうに考えていくと、こういうふうにこうそのままグラフの絵がスパークルのクエリーの条件式になるっていう形で、こういうふうな形で頭の中でイメージしながらクエリーを立てていくと、非常に分かりやすく作りやすくなるなと思っています。よろしいですか？で、あともう一つポイントは、これバインドとバリューズっていうんですけども、これもスパークルのクエリーの中で非常によく出てきます。で、これはここに書いてありますけども、クエリー中の変数に演算結果や定数値などをバインドできますと。で、これですね。で、こんな感じで、例えばスパークルのクエリーを書きます。書くことができます。で、これは例えばこういう形で、そのディスカウントの、例えばこの変数のところに割引率が入っていると仮定したときに、その時にその値、この値から割引いて実際いくらになるかっていう、この非常に簡単な数式ですけど、これを全部のクエリの中で書くのは、面倒くさくなったりしますので、読みにくくもありますので、一度そういう一回定義したこの計算式を、このプライスっていう変数にバインドするってことがクエリの中でできます。で、それがこんな感じになりますね。なので、ここのこの数式をこの形の変数で表現しなさいっていうのを、こういう形でバインドっていうものを使って簡単に定義することができます。で、そうするとこれを使って、あとは他の部分のこういうセレクトのプライスっていう形で、簡単にそのここの計算式の結果を取り出すということがスパークの中でできるようになります。で、これは、これも同じですね。このセレクトで、で、タイトルとプライスっていうものをもう、表示しなさいっていうクエリの書き出しになっていて、で、そのためのこの中括弧で始まるこの条件っていうのがここに書いてあって、これが全てそのトリプル、どういったトリプルが欲しいかっていうことや、今みたいにそのトリプルの中で使う変数をどうやって定義するかといったことを全部書いてあります。で、さらにここにフィルターっていうのがありまして、フィルターを使うことで、こちらのトリプルの条件だけではなくて、そのトリプルの条件で出てきた変数のうち、ある値を持ったものはだけを取ってきなさいっていうようなことも簡単にできるようになっています。だから、ここの、スパークのこの中括弧の中に書くのはトリプルパターンっていう、その、タートルに似た形でのトリプルの、パターンの条件を書くことと、今みたいな変数値をバインドすることと、あと、そのバインドされた変数の中の条件としてどういったものだけを取ってきてほしいかっていうことがいろいろ書くことができて、それら全ての条件にマッチしたものだけがここに入ってきて、で、その結果として出力されますということになります。
あ、はい、どこに書いても、で、か、スパークルとしてはセレクトよりも下に書くことになります。はい、この中で、中括弧の中で定義しと、多分一番上に書いたのと同じだと思います。宣言文ってはい。ことですか。ほとんど宣言文みたいな感じです。宣宣言言文文。つまり、フライトの方が先にあって。ですね、これはここに書くことができるんですけど、ここに書く場合は、バインドってものを使わないで、これをそのまま書くことができるんですね。バインドの後のこの括弧の部分、こういうふうに、ここだけをセレクトの後に直接書いてやると、実際にはこのプライスっていう変数にこの計算の結果が入ってきて、それが出力されますけども、そうすると、まあそれでももちろん文法的には問題ないんですけども、ちょっとここが見にくくなりますよねっていう、そういうことですので、機械としてはどちらでも全く同じように扱います。あと、ここの Where っていう文字を略してもスパークルは問題ありません。ここに Where って書いてもいいですし、書かなくても同じことになります。ちょうどこれがスパークルのセレクト、すべてが入ってて、ちょうどいいサンプルなので、これを見ていただくと一番頭に入りやすい。一個一個、これがトリプルの主語述語目的語で、主語に X で、目的語に P っていうのが入りますと。で、これもそうですね、ディスカウントの主語と目的語。で、ピリオドを省略することができるんですね。このトリプルが複数来た時の、一番最後、これでいうとこのバインドっていう別の、トリプルパターンではないものが来ますので、トリプルパターンに来る前の直前のトリプルだけは、ピリオドを省略することができます。もう書いても構いません。ただ、ここは省略してはいけません。トリプルパターン、トリプルの条件がいくつかたくさん出てきた時の、最後の部分だけは省略できますけども、それより前のものは省略するとエラーになります。で、ここで、そのちょうどこれを、この計算式でプライスになったものに対して、そのプライスが20未満のものだけを取ってきてくださいっていうのが、このフィルターっていう条件になりますね。で、さらにここにまたこんなふうに、これわざとこう順番をめちゃくちゃにしてますけども、このトリプルパターンのこの XDC タイトル、っていう条件をこっちに持ってきても構いません。この、順番自体はこれ論理式ですので、どこの順番になっても同じ結果になります。はい。はい。いや、こことここはトリプルではないですね。ここ。という RDF データを中に入れとけば、もちろん書いておきます。これは、あくまでも、そのデータベースへの問い合わせのための表現方法ですから、問い合わせの先に、そのトリプルの中にそういうものが書いてあれば、もちろん取ってこれますけれども。この場合は想定しているのは、この述語にプライスやディスカウントやタイトルってものが入ったデータベースしか想定してませんので、そこにプライスってものは入ってませんので、この場合はこういう形で条件として与えてますけども、その問い合わせする対象の中にこのディスカウントをしたプライスっていうものがトリプルとして入っていれば、もちろんこれはいらなくなりますということで、その結局基本的には、その問い合わせする対象のデータベースに何が入っているかということで、このクエリの内容も変わってくることになりますね。欲しいものとの関係で。はい。はい、なってないので、そういうことも条件として書けますよということですね、形式として。トリプルのパターンも書けますし、バインドっていうような形での。はい。トリプルではないので書けません。はい、これはトリプル、トリプルですけど、これとこれはトリプルではないです。なので、トリプルのパターンも書けますし、そうでない条件も書けますっていうことです。で、これが全てアンドになってますので、これら全ての条件がマッチしたものだけがここに来るっていうことになります。なので、これ全てが論理式なんですね。これが全ての形で、そうです。そのトリプルの中に書かれているある値に基づいた条件をここで表現する形になります。トリプルパターンの、そのグラフの中のどのノードを持ってくるかっていうものの条件のほかに、そのノードの中の値に応じた条件も一緒に混ぜて書くことができますっていうことです。
よろしいでしょうか。はい、それここが分かればほとんど単純なセレクトでスパークルの問い合わせができると思うので十分かなと思っています。なので、はい、あとここは本当これで分からない点があったらぜひここでお伝えいただければ。はい、今先ほどその AND の条件でつながってるっておっしゃってるんですけど、はい、もうちょっとその複雑な例えば AND OR とか、はい、そういうのを書くことが、はい、できるようになってまして、ちょっとこのスライドに書いてあったかは微妙なんですけど、オプションっていうのがあるんですね。オプションとかユニオンとかっていうのがあって、そのこの中括弧の中にまた入れ子でいろいろ中括弧の条件を書くことができて、そのユニオンって書いてユニオンの前後に中括弧を書いてこの条件を書くと OR っていう意味になりますし、オプションって書くとこのオプションの中の条件の部分がもしマッチすればそれは返ってきますし、オプションの中に書いてある条件に合うトリプルや値がなければ単にそれを無視するっていうような問い合わせもできます。はい、はい、同じものを、はい、こういう AND的な表現と OR 的な表現を使って、はい、いろんな表現があると思うんですけど、その時にデータベースの使い方は一緒なんですか。問い合わせにかかる処理にかかる負担ってことですか。それは AND を使って、うん、条件が頼れているように書くというのが正解だと言いましたか、はい、あるいは OR を使っても OK。はい、もちろん計算量は全然変わってきてしまうんですね。 OR を使うとそういう分計算量は増えてしまうので、探索空間が増えれば増えるほど返ってくる時間は長くなってしまいます。はい、でもちろんこの論理式なんで今お伝えした通りこの順番は全く依存しないはずなんですけど、まあ、もちろん実装依存の部分があるので、実装によってはこの順番を変えると、まあ、早くなったり遅くなったりっていうことは起きることもあります。はい、はい、一応上の方から実行しようとする、それも実装依存なんですよ。はい、はい、そこがとても面倒くさいところでして、自分でこれから使いたいそのインストールする実装によってはそういうふうに早くなる時もあるし、違うこととか起きてしまうってこともあります。はい、これなので例えばオプションの例はあるかな。じゃあここで書いてみますかね。これで例えば今のその OR にしたいっていう時はここにユニオンってものが来て、こんな感じですね。おっと、こんな形で。こんな感じに書くこともできて、でそうするとこれもしくはこれみたいな感じになります。で、OR みたいな感じになりますし、ここにオプションって書くとこの条件にマッチするトリプルがあればそこのトリプルを見て該当する変数に代入というかバインドしてくださいっていうふうに指令することができます。こんな感じですね。オプショナルでしたっけ、はい、あ、すいません、はい、はい、オプショナル、はい、こんな感じです。こうするとここのオプショナルの後の直後のこの中括弧に囲まれているこの条件にマッチするトリプルがあればマッチしたものをこのオプショナルがなかった時と同じように扱うし、もしこれに該当するトリプルが対象のデータベースになければ単にこの部分はなかったものとして扱って、これとこれの部分だけはクエリーとして問い合わせをされてここに返ってくるというふうに、クエリーの内容を変えることができます。どうでしょうか。大体スパークルの書き方把握されましたか。はい、はい、はい、例えばそこでディスカウントの情報が
なかった場合にはこのバインドの部分はディスカウントのところはどういう取り扱いそうです、はい、あのまあ、こう例えばこういうクエリを書いたとしたときには、はい、一応ここにはバインドであの定義されますけども、これになければ、うん、完全になかったものとしてバインドも無視され、まあ、無視されというかそれに合わないという意味でここに何も評価で、反映されないだけですね。一応あのここに定義はしているのでこれ自体は生きてますけども、はい、単にそこに条件にマッチするトリプルがないんであればこの中にあの含まれませんので、そのあってもなくても同じ結果になってしまうということになります。ただこれがもしあのこの内容に合致するトリプルがあでもこの場合だからディスカウントにあるかどうかを見るためにはまずここをそうですねこういう感じになるので、まあ、両方これがあるかどうかはまあ探しに行きますよね。で探した結果としてなければっていうことになりますので、これを例えばこっちに持ってくることもできますし、そうすると条件がまた変わりますよね、内容がね。そこはいろいろと、とにかくこのオプショナルの後のここの部分の条件をどこまでそのスコープというか範囲とするかによって、その中括弧の終わりの部分を変えていくことになりますので、でまあ、変えても変えなくても同じものは変わらないですけども、それによってその条件の対象となるスコープが変われば、それによってその挙動も変わるということになります。はい。これにしたことによってですか。その前に、その前に、あ、何もなかった時にですか。はい。はい。変数名にちょっと、まあ、すいません惑わされないでくださいね。これあくまでこれ変数名は僕が勝手につけてるだけなので、この辺に意味はないんですよ。ただこのクエリを分かりやすくすればいいなと思って書いてるだけで、はい、プライスにあるものについているわけでは、どういうことだ。プライスはこの1引くディスカウントニアの P の結果が入るってことですよね。で、この場合はこのこういうトリプルがあるかないかってことを探すってことですね。これ対象となるデータベース。この場合のディスカウントがされるとかされないとかっていうことは全く関係ないんです。とにかくこのパターンに合うトリプルがあるかないかだけを探す。で、それがディスカウントであるかどうかはそれを入れた人の頭の中のイメージしかないので。これをディスカウントっていう変数名にしたのがもしかしたらミスリーディングであれば他の名前にしても構いませんし、だからディスカウント、例えばそのトリプルの中のある、ディスカウントの何パーセントにしますっていうデータが入っているっていうことをここは想定してますので、割引率が入っていることを想定してるんですね、ここにね。なんでそこの割引率っていうところのが書かれたトリプルがあればそれを持ってきますし、それがなければ単にマッチしないっていうことになります。はい、それはデータを作る人の問題ですよ、はい、あ、そうだと、はい、そうですね。そしたらこれを使うと、はい、ワークすると思いますけど、でもそれが目的のこのクエリとしていいことなのかどうかはまた別ですけどね、はい、だけどまあそういうことです、はい、データベースの中にどういうものがあるかによってオプショナルを使った方がよりこの欲しい結果にがなんていうのリーズナブルになればそうするのがいいと思いますし、クエリの定義としてはこうすればそういうふうに挙動がなされますよということです。はいはいはい、この時の中央中央目的後のそれぞれの URI っていうのは、はい、フォレアのものと全く関係なくても、その SVO が全然別の別のところの URI も全く構わない。ですね、その URI 自体はその、アクセスするかしないかは、そのインターネットアドレスで実際にそこにページがあるかないかっていうのとはまた独立してます。はいはい、で先ほどこの場合ですと、このクエリを投げている対象のトリプルのデータベースに RDF データベースに
何があるかないかっていうことだけになります。でそれをさらにその、別の RDF データベース、インターネットにつながっている別のデータベースに対しても問い合わせをしたいということであれば、その一つ前にご紹介したあのサービスっていうのを使って別のエンドポイントの URL を書いて、そこに中に変数を使って問い合わせをすれば、その今まさにここに書いているクエリを投げている対象のデータベースとその遠くにあるデータベースの内容をガッチャンコしたジョインをした結果が得られるようにはなります。はい、現状で例えば例えばDBMediaみたいな、はい、とても大きそうなデータベースのところで、はい、だけどDBMediaにその用語というかその語条が実装されているか分からないような語条で、例えば熟語とかで、ね、はい、というもので指定しても答えてくれるのは限らない。DBMedia でチェックしないといけない。そうです。はい、DBMediaの中の実語が何かっていうことをあらかじめ分かってないと、例えば僕がここに今適当に、NS のディスカウントとか書いてますけども、これに当たる URI が DBpedia の中になければもちろん全くヒットしません。それは世の中で標準されているような状況で、はい、そこが結構ポイントでして、で先ほど川島さんが伝えたように、なるべく同じ意味のものは同じ URI を使ってトリプルを書きましょうというのはそこにつながっていて、だから他のいろんな人がいろんなデータベースを RDF を作って公開しますけども、そこで使われているその述語の部分に同じ意味なのに全然違う URI を使っていたら、もちろん今みたいにジョインをしたくてもジョインができませんので、そこはなんか皆さんうまくコンセンサスを作っていきましょうとか。もちろんそうなんですけども、述語を作るときに、はい、実際にそういう何ていうんですか、一応標準的に有名なものを使ったらっていうわけでもないってことですか。つまりでもその意味として使いたければダブリンコアが適しているならダブリンコアを使う方がいいです、もちろん。でもそれでやったときに、はい、そのメジャーなデータベースが答えてくれるかっていうとどうなんですか。それはそのメジャーなデータベースがちゃんとダブリンコアを使ってデータを公開しているかどうかに依存します。この実情はどうかというか、実情ですか。もう結構ライフサイエンスで言えばみんななるべくコンセンサスを取って作ってますので、なるべく同じような術語を使えばそれなりの結果が返ってくるようにはだいぶなってきていると思います。でその時に、はい、その時に普通はだから、つまり流儀としてはその新たな関係性のようなものを、はい、自分のデータベースに実装するより、なるべく標準的なものを術語は使った方がいいということでいいんですか。はい、それ一つはそれです。でそれからもう一つ、さらにその標準的な述語ではちょっと僕がこう表現したい概念とちょっとずれてるかもしれないかなと思った場合は、その標準的に使われている述語から自分の述語を派生させて、その間の関係をサブプロパティオブとかっていう関係で結ぶことができるんですね。そうするとそういう簡単な推論ですけど、その推論ができるようなトリプルストアっていう実装であれば、そのクエリを投げればその述語に当たるものとその述語よりも下位概念のものもヒットするっていうことはできるようになります。はい。はい。はい。ありがとうございます。よろしいですか。はい、もうスパークルの話はこんな感じで進めていくのが一番いいかなと思って。大体もう頭の中になんかモヤモヤがなければ。あとは実際試してみてくださいという感じなんですけど、はい、はい、得られた結果っていうのは、はい、例えば同じ内容のものでも、はい、得られたヒットした件数分出てきたりするわけです。そうです。はい。ネットで言うと、例えば、はい、そうです。プライスであってもヒットした件数出てくると思うんですけど、はい、それをそのシュリンクというかディスティンクトを SQL 分で、はい、はい、ディスティンクトは、はい、かけます。ここにディスティンクト入れると重複が全部取り除かれます。あとなんかサンプルっていうのもありまして、サンプルってやると適当に間引かれた結果が出てくるとか何使う道はよく分かんないですけど適当にさ、あ、そうです。あとそうここにそういっぱいいろいろできるんですね。同じですか、マックスとか、そうマックスですと同じように最大値が来るし、 AVG ってやればアベレージ来るし、あと複数の、グループコンキャットっていうのもありまして、それを使うとここに例えばグループコンキャットを括弧でタイトルってやると、タイトルが複数あった場合はそのタイトル複数を
特定のデリミターでつなげた一つの大きなテキストとして返すということもできます。はい、質問された方にちょっと言うと、はい、そうすると、そのディスカウントがない商品については、はい、まあ、ディスカウントがない、うん、あの値段を返して、うん、で、ディスカウントがある、商品に関してはディスカウント後の、値を返あの値段を返すというのはかける、別々の変数にバインドさせればできますよね。あの、で、同じものに入れちゃでもできなくもない、 if とか使えばできますけども、それが欲しいデータかどうかですよね。これがディスカウントされてるかしないか分かんないわけですね、結果として入ってくるもの。だから意味としてはまあ別に何でもいいんですけど、できることはでき、はい、できます。元のデータはディスカウントのデータがない、はい、商品については、はい、ディスカウントゼロだという、まあ、前提で書かれているので、はい、そして、はい、なのでそれを、うん、混ぜ込んで全部一つの変数にバインドすることはできます。はい、はい、はい、いいですか。あとはご自身でこれから午後つながるその RDF データを自分で作って、でその作ったデータに対してこのスパークルを使って問い合わせをするってことをこう繰り返していくと、より理解が深まっていくということになると思います。基本的にその、まあ、もちろん今みたいにこうやり取りしていくのは非常に有益だなと思いますけども、基本的にスパークってやっぱ問い合わせ言語なので、ある程度頭になんとなくイメージがつかめたら、ご自身でよく分かっているデータに対して問い合わせをしながら内容が頭の中に入っていくことっていうのが一番いいかなと思います。はい、もうスパークル書けるかなって感じになりましたか。はい、あとどうしますかね。12時まであと20分ぐらいありますけど、はい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 、何をカールでももちろんできます、はい、あのそれが本当にスパークのいいところで、標準化されているのでカールでレストでポッて投げると返ってきますし、そこに返すため あのフォーマットも JSON で返せとか XML で返せとかっていうこともあの、HTTP のアクセプトヘッダーに書くと全部それに応じて返ってきますので、そこは非常に柔軟にできてていいなと思ってます。はい、もちろんそのあのカールみたいなものを使わなくてもできるツールはいっぱいありますけども、カールでもできるっていうところは結構、うん、大きなポイントだと思ってます。はい、あとはサービスがあって、サブクエリっていう形でこのクエリの中にクエリを入れ込みすることもできますということで、この内側で検索、マッチした結果に基づいてまた別のクエリを投げるっていうようなこともできますよと。これは集計、二重の集計をしたいっていうふうに書いてますけど、そういう時に使うんですが、これを使わないとうまく目的の集計結果が取れないっていう時もありますね。それをもちゃんと、スパークの仕様として書くことができるようになっています。問い合わせ言語としての、うん、セレクト文は基本的には今のような形になってまして、でその他にそのコンストラクトっていうそのある条件にマッチしたトリプルから新たなトリプルを作るっていうようなこともスパークルでできるようにはなっています。そうですね、こんな感じで、これがそのさっきこのセレクトなどのフォアがこうなってこういう条件がありましたけども、この条件にマッチした結果に基づいて新たなトリプルを作るっていうことがコンストラクトっていうあのクエリのタイプを使うことで可能になっています。こういう形に書いて、で先ほどの例えばカールとかを使ってあのトリプルの結果をトリプルで返してくるってことで新しい RDF のデータセットを生成するとかいうことも簡単にできるようになっています。はい、こんなコンストラクトとか勝手にできちゃったらどんどんデータベースに入れるようになるのか、
このコンストラクトは非破壊っていうか、その最初のデータベース自体は何も触らないんですね。この結果はただ返ってくるだけなんです。はい。でも、その更新系というのもあって、更新系というのを使うと、おっしゃる通り、その対象となるデータベースそのものに新しいデータを追加するということが、このコンストラクトの代わりに別のものを使うとできるようになります。そうすると、どん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 データベースでかくなっていくような形になります。はい。この例もなんか適当に欲張ってわざわざなんか複雑に書いてますけど、これ DBpedia からわざわざ取ってきて、その DBpedia の値と手元の値をマッチさせて、ジョインさせた、その結果に基づいて新しいトリプルをこうやって作ってますみたいなこと。でとにかく分散データベースに対するジョインが簡単にできますよっていうのが、ある程度スパークルの売りだと思います。